フランク・ジョセフ・ハーマンは、アメリカ合衆国、ニュージャージー・シューバーゲン群、ラザー・フォード出身のプロ野球選手。右と左打、シバ千葉ロッテ・マリーンズ所属。高校時代は、野球、アメリカンフットボール、バスケットボールをプレーしており、バスケットボールでは1年間で1000点を取るほどの活躍を見せていた。ハーバード大学進学後は、経済学を学びつつ、 学内誌ザ・ハーバード・クリムゾンのコラムの執筆もしていた。インディアンス時代。2005年、ドラフト外でクリーブランド・インディアンスと契約して、プロ入り。契約時、大学での研究が終わっていなかったため、契約後も大学に残って、学業を続けていた。2006年に、参加の A 級、レイクカウンティ・キャプテンズで、プロデビューし、26試合に先発登板して4勝6敗。 防御率3.90、89奪三振を記録した。2007年は a 級キンストン・インディアンスでプレーし、26試合に先発登板して11勝5敗、防御率4.01、88奪三振を記録した。2008年は a 級キンストン、a 級アクロン・エアロズ、トリプル A 級バッファロー・バイソンズでプレーし、 3球団合計で26試合に先発登板して11勝8敗、防御率4.14、104奪三振を記録した。2009年は AA 級、アクロンとトリプル A 級、コロンバスクリッパーズでプレイし、2球団合計で49試合に登板して4勝4敗、2セーブ、防御率2.95、62奪三振を記録した。 2010年トリプル A 級コロンバスで開幕を迎え、27.1回連続無失点の高騰が認められ、6月にメジャー初昇格を果たした。6月4日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは40試合に登板して0勝1敗、1セーブ、防御率4.03、24奪三振を記録した。 2011年は40試合に登板して4勝0敗防御率5.1134奪三振を記録した。2012年は15試合に登板して勝敗なしの防御率2.3314奪三振を記録した。2013年は3月にトミー・ジョン手術を受けたため全球した。2014年はメジャーでの登板はなく8月11日に 自由契約となった。この年は、トリプル A 級コロンバスで28試合に登板して1勝1敗、防御率6.37、30奪三振を記録した。2015年は、ロサンゼルスエンゼルス参加のトリプル A 級、ソルトレークビーズとピッツバーグパイレーツ参加の、トリプル A 級インディアナポリスインディアンスでプレイし、2球団合計で44試合に登板して4勝2敗。 一セーブ、防御率3.76、53奪三振を記録した。オフに、FA となった。2015年11月18日に、フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。2016年は、開幕を、参加のトリプル A 級、リーハイバレー・アイアンピックスで迎え、27試合に、登板して6勝1敗、防御率1.72。 31奪三振を記録した。8月17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。あとは閉幕までメジャーに帯同。この年メジャーでは14試合に登板して1勝2敗、防御率8.40、14奪三振を記録した。2016年11月29日に東北楽天ゴールデンイーグルスへ入団することが発表された。背番号は42で、 ハーバード大学出身の選手が NPB の球団に所属する事例は高橋ユニオンズにおよそ2ヶ月間だけ所属したジェームズ・ドゥール以来二人目。2017年には勝ちパターンのセットアッパーとして一軍公式戦56試合に登板。3勝1敗33ホールド、防御率2.72という成績でチームの4年ぶりクライマックスシリーズ進出に貢献したほか、 CS では通算3試合の当番を無失点でしのいだ。その一方でオープン戦からレギュラーシーズン序盤の試合まではボークを取られる場面が続出。当番を重ねるにつれて改善されたものの、レギュラーシーズンではパシフィックリーグ最多の4ボークを記録した。2018年には前年に続いてセットアッパーとしてシーズンをスタート。 クローザーの松井祐希が不調に陥ったことを背景に5月中旬からは松井と役割を入れ替える格好でクローザーを務めた。一軍公式戦では通算で47試合に登板。左外内転筋付着部縁や左半剣様筋付着部縁の発祥で8月末から一時戦線を離脱したほか2勝3敗と負け越したものの2点台を切る防御率18セーブ。 12ホールドを記録した。2019年にはセットアッパー候補としてアラン・ブセニッツが新たに入団したため、2017年のシーズン終盤から一軍の救援陣に加わっている総加号と合わせて3人の右投手で一軍の外国人枠とセットアッパーの座を争った。レギュラーシーズンの開幕こそ、そうと揃って一軍で迎えたものの、5月11日の 対オリックスバファローズ戦8回裏の当番で一死を取っただけで5点を失った末に逆転負けを喫すると15日付でブセニッツに代わって出場選手登録を抹消。そうの不調で6月中旬に再び登録されてからはブセニッツと共にセットアッパーを担った。チームが千葉ロッテマリーンズとの間で CS 最後の1枠を激しく争っていた9月中旬にも 故障で戦線を離脱していた主力打者ゼラス・ウィーラーの復帰を優先させる首脳陣の方針で登録を抹消されたが一軍公式戦には前年を上回る50試合に登板防御率が3.04にまで達した一方で入団後最も多い故障を上げたほか21ホールドを記録したなおレギュラーシーズン最終盤の9月下旬には 残り2試合の時点でブセニッツに代わって1軍へ復帰。チームは復帰後に2年ぶりの CS 進出を決めたが、福岡ソフトバンクホークスとの CS ファーストステージを含めて、ハーマンには登板の機会がなかった。前述したチーム事情などとの兼ね合いで、翌2020年への残留交渉の機会もないまま、球団から NPB に対する契約保留者名簿の提出期限を迎えたため、 12月2日付で NPB から自由契約選手として公示された。2019年12月19日に千葉ロッテマリーンズが獲得を発表した。背番号は楽天時代と変わらず42。2020年は8回のジャクソン、9回の増田直也に、つに繋ぐ7回の投手として勝利の方程式に組み込まれ開幕1軍入り。6月19日に行われた ソフトバンクとの開幕戦で7回裏に遺跡後初登板すると翌20日の同カードでは同点の7回裏に登板し遺跡後初勝利を挙げた7月8日にジャクソンが対談すると8回に配置転換7回を投げる男が不在になったが8月になってその穴を唐川優己が埋め新たに7回唐川8回ハーマン9回マスダの 勝ちパターンが構築された。8月に限ると、この3人を合わせた、防御率は0.53と抜群の安定感を誇った。さらに、9月7日にはトレードで加入した、沢村拓一も勝ちパターンに加わったことにより、中継ぎの厚みが増し、吉井正人投手コーチの徹底した、登板管理もあり、3日連続で登板することがなく、シーズンを通して安定したピッチングを披露。 9月には、リーグトップの月間救援防御率2.48を記録したチームの救援陣を支えた。しかし、9月16日に、右手第2子親近権損傷で離脱。10月27日に復帰した後は再びブルペンを支え、最終的に38試合に登板し、3勝2敗、防御率2.15、リーグ3位体となる23ホールドを記録し、 チーム13年ぶりの2位、4年ぶりの A クラス入り、クライマックスシリーズ進出に貢献した。クライマックスシリーズでは、11月14日の第1戦、翌日の第2戦ともに7回裏に登板。第1戦は三者凡退に抑えたが、第2戦はシュートを有形に敵自打を浴び、1回1失点だった。チームは、両日敗戦し、シーズンを終えた。 シーズンオフの12月2日に自由契約となったが12月14日に2021年も契約を結ぶことが発表された。スリークォーターから最速時速1 5 4キロメートルのストレートとカーブスライダーを投げる。速球のキレの良さを示すボール回転数は乗本隆博と同程度。ハーバード大学で経済学の学位を取得している。2010年に メジャー初出場を果たしたことで MLB では25年ぶり15人目のハーバード大学出身選手となった。もし野球選手にならなければ投資銀行に就職していたという NPB ありがとうございます。